どうもこんにちは、小川智成です。今日は信州ギター祭りの実行委員の太田さんからちょっとお呼ばれしまして、ディバイザーさんの方にね今来てるんですよ。おっとどうもこんにちは。あ、小川さんです。大阪の萩原さん、はじめまして。ちょっと太田さんからお呼ばれしまして。そうなんだね、はい、これからどんどんティーズさん行くんですか。ティーズお時間あります。僕もう年中暇なんで。年中暇、はい、もうそれ一緒だ。もしよかったら一緒に行きますか。あ、いいですか。ティーズギターちょっとね、僕がオーダーするギターもあって、はい、それもなんか途中経過どうなってるのかなって見に行きたいんですけど、はい、ちょっと自慢させてもらってもいいですか。あ、ぜひぜひ。これ俺がオーダーするやつなのみたいなのを、はい、見せたい。あ、なるほど。よかったら一緒に行きませんか。あ、じゃあ僕車で来てるんで。あ、そうかそうかそうか。一緒にいいですか、それ乗っけて。はい、ぜひぜひ。やった、ありがとうございます。小川さんとも話したかったから嬉しいです。いや、僕もいっぱい話したいことありますよ。やったやったやった、はい、じゃあちょっとそれで行きたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。失礼します。どうもどうも。あれですか、太田さんについていけばいいですかね。そうですね、前走ります。あ、じゃあ一緒、もう早速回してますね。あ、もう撮ってるんですね。これよろしくお願いします。どういうことだって話ですよ。視聴者さんからしてみる。いやー、でもめちゃくちゃ嬉しいですね。島村楽器の太田さんの車についてってティーズギターの工房に向かうと、はい、ですね。いやよろしくお願いします。これもう撮ってるんですか。撮ってます。はいはいはい。これどうせいつもの感じがあんまカットとかしないんですよね。カットしないですよね。すいませんね、僕なかなかね、なんだろうな、萩原さんの動画とか見てるとめちゃめちゃ手込んでるじゃないですか。いや、どうですかね。でも確かに、うんうん、さ、僕も YouTube でこう、うん、ギターのお話とかをしてるチャンネル持ってるんですけど、うん、その僕がこう喋るのがそんなに得意じゃないから、うん、もう編集でどうにか作ってるっていう、そういうタイプですね。あ、結構小川さんって、うん、もうなんか普通にフランクに喋ってそのまんま載せてますよね、うん、そうですね。僕あれがねできないんですよ。なんか台本作って。あ、僕台本作ってます。完全台本。そうです、一字一句全部書いて、うん、まあ、途中でうっかり言っちゃったギャグとかも全部台本に書いて、それを読んでます。あれはアドリブじゃないんだ。アドリブ風の顔をして、うん、ここ使わないでくださいよ。アドリブ風に喋ってるんですけど、うんうん、全部台本に書いてあります。カッコ笑いとか書いてあります。それがすごいな。俺それでもう口止まっちゃいますね。あ、そうなんですね、うん、いや、もうそれで台本書いて、うん、で、まあ、実際撮影前に、うん、カメラの前に一回リハをやって、うん、でまた台本書き直して。あ、リハもやるんだ。あ、やります。その、まあ、台本のページ送りが例えばここ、はい、会議をここだと見にくいなとか、うん、ここカタカナの方読みやすいなとか、うん、あとここちょっと脱線させるつもりだったけど脱線が長いなとかあったら削ったり、喋、うん、る順番とか、うん、この用語まだ出てきてないのにしれっと使っちゃったから補足説明をしてとかを先にやってから撮ってます。すごいや、僕はもう完全に自分のなんか考えてないことを言っちゃった時とか、はいはい、ラッキーぐらいな感じ。こういう言葉出てきたと思って。うんうんうん。でもありますよね、喋ってみたら、うん、なんか、あ、こういう言い回しが良かったじゃんとか、うん、あ、自分ってこういうこと考えてるんだってのが整理できたりしますよね。だから、テイク数はめっちゃ多いです、僕。20-30 テイク取って。ええ、ただ全部本番なんですよ。はいはいはい。NG が 20-30 個あるってことなんですよ。え、それ NG になったらどうするか、撮り直してるんですか最初から。いやーって最初から編集する時もありますけど、はい、基本的になんか流れが止まったら気持ち悪いんでまた一からやり直します。
うわアナログなんですよ、僕はまた逆アナログで、うん、それがまあ嫌だからというか、うん、だからその最初に書いてるんですよね、多分。カフェとかでこう文章書きながら、うん、コーヒー飲みながらなんか、まあ、いやかっこいい、これってこれってこれってみたいな。なるほど。外でやって、うん、まあ、ボソボソ喋って、うん、それでまあ一旦文章にしてからで、まあだからテイク数でいくと大体ワンテイクになるって感じですね。何回もやらずに済むというか、うん、リハして、そうそうそう、あ、そうですそうですそうです。今僕 YouTube 始めて4年目ぐらいなんですけど、やっぱやり方いろいろ模索して、最初はやっぱ YouTuber ってこうカメラの前で自由に喋ってるイメージがあったので、特に僕らってまあ喋るというかギターがあるから、ギターについて言いたいことを言えばいいじゃないですか。だから台本いらないと思ったんですけど、まあ無理でした。まあ自分下手っぴれなので、まあ大体5000文字ぐらいは台本書いて、あ、そうなんだ、それを読んでます。すごすごいな、やっぱでも結果が出てるもんな、それでな。いやいや、ありがとうございます。でもそもそもあれですよね、萩原さんってなんだろうな、セルフイメージ高い系ですよね。セルフイメージ高い系、安心感を持ってる系、根底の。どうなんでしょう、初めて言われたかもしれないです。どういうことだろう。そうですか。いや、なんか、なんだろうな、結果が出てなくても自分自信を持ってる感じ。どうでしょうね、自分に。いや、どうだろうな。でもそれ発信するものとしてのブランディングかもしれないですね、その、チャンネル登録者数少ないけど話聞いてよとかじゃなくて、もうなんか伸びてからもその動画見られるわけだから、最初からどっしりついてこいっていう風にしておいた方がいいだろうなっていう風に、そのスイッチを入れるためにも考えながら喋るが無理だから台本書いてるのかもしれない。考えながらだと、その言ってる内容には正しいと思って喋ってるけど、喋り方とかで迷いが出るじゃないですか。の時に、でもここは、違うなとか、そこで自信なさそうに見えるのを、もしかして台本を、この台本を読めばいいっていう自信をつけてから喋ってるから、自信ありそうに見えるのかもしれない。ああ、そっかそっか。でもなんか僕はブログ全部読みましたよ。ブログも読んでくれた。そう、YouTube 始める前にブロガーだったんで、その時書いてたんですか。プロフィール。プロフィールは全部。ブロガーって何やってたの？ブロガーは商品紹介です。僕ギターというかどっちかというと、DTM 作曲とかをやってたので、オーディオインターフェースのおすすめ機種はこれとか、こんな方はこれとか、卓録するんだったら、予算いくらだったらこのマイクがおすすめとか、打ち込み用のキーボードでこういうことがやりたいんだったら これはこういう機能ついてるよとか、そういうのをまあ紹介してました。それをどうだろう、3年4年ぐらいやってたのかな。まあ、それで食えるようになったのってもう後半のほんのちょっとなので、まあ、実はバイトしながらだったんですけど、なので小川さんは結構 YouTube 自体を結構長くやられてますよね。そう、演奏動画しか上げてなかったですね、はいはいはい、最初の頃で YouTube、それって何年ぐらい前になりますか。2009年、すごい。だから2015年前っていうことか、なんていうか、ってことですわー、すごいですね。2009年に、はい、そうね、母親に買ってもらった昔買ってもらったデジカメで、そうなんですね。それで、まあ、当時ね YouTuber なんて言葉もないじゃないですか。そうですね、もちろん収益化なんてね、そんな、でも収益化が始まったぐらいで、その頃はもうしますか、イエスってすると収益化できたんだ状態でした、ね、あ、そうなんですね、今審査あるじゃないですか。ありますあります。昔なかったと思うんですよね。でその時やっとけよかったと思うんですけど、そうですね。まあそんなに YouTube なんて
すぐ廃れるだろうと思ってて。いやまあそうですね、うん、刺激かなんかいいやと思ってたら、あれよあれよと思うか審査が入ってきたり、はいはい、なっちゃいましたね。わあ、そんな前からやられてたんですね。でそれこそまあご自身の演奏をアップするっていうコンテンツからちょっとずつその、はい、まあ、ものを説明したりあっていうのもあったり。それは多分萩原さんと同じ年ですよ。2020年からじゃないですか。あ、そうでしたっけ。あの YouTube 始めた。あ、そうですそうです。僕はそうです。僕も2020年からですよ。あ、そうなんですね。あの本気出したの。あ、そうだった。喋り出したの。でも確かにそのごめんなさい、全部を見てるわけではなくて申し訳ないですけど、確かに昔の方がこのただ弾いてるっていう感じだったと思います。それはあれなんですよ、教室のホームページの弾いてみました動画みたいな、だホームページありきでそこに動画埋め込み用のタイから動画撮りましたみたいな感じなんで、YouTube でどうにかしようとかって思ってないですよ、はいはい、まあ、そうですよね、YouTube に集客って当時はなかったですもんね、で2020年に、はい、そうなんですよ、本気出したんですよ。ああそうなんですね。本気出したっていうか、これは何かきっかけがあったんですか。きっかけは2019年に教室辞めたんですよ、僕ギター教室。あのギター教室の先生として、うん、はい、お仕事されてたんですよね。そう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 。あとまあレコーディングとかよくある教則本とか、そういう いろんなギター関連の仕事をやってたんですけど、はいはいはい、まあなんかなんだろうな、もっと自分に向いてることあるんじゃないかぐらいな感じで。おお、なるほど。一回全部やめてみようと思って。誰かに頼まれて仕事するじゃなくてっていう、うん、まあそうですね、ことですよね。自分から発信で何かしたくて。なるほど。エプソンでかー。エプソンでかいんだよ。エプソンでかー。そうそうそう、はい、で始めたんですよ。そうなんですね。あ、ちょっと待って、聞きたいこと1個あった。何ですか。